タイトルで笑ってしまったんですけど、はい、隠そう下半身混浴露天風呂悩ませる全裸客っていうこれ産経新聞の話なんですけど、岡山県北部の、はい、湯原温泉郷の一つで川沿いにある混浴露天風呂、はい、砂湯が、男性用湯湯あみ機を導入する検討を始めた、はい、ごめんなさいちょっと笑って読めない笑って、というのも、砂湯はタオルなどで体を隠して入浴するのがルールだが、従わない入浴客が後を絶たないためだ。目に余る全裸入浴を防ぐため、関係者の間では監視スタッフの配置案も浮上していると。うん、まあ、これ無料で入れるそうなんですよ。はい、この辺の協会とかが管理していて。うん、はい、で平成24年に、タオルや水着などで下半身を隠すことがルール化されたんですよ。で26年6月には、女性下着大手のワコールと女性向けの湯あみ着を、共同開発で導入したということなんですね。でこの時に男性向けのやつも検討されたんですけど、うん、ハンドタオルでいいじゃんみたいな、はい、まあ、比較的容易ですから、はい、隠すのが、はい、まあ、導入は見送られたと、はい、ただやっぱこうマナーを守らない、はい、こう全裸客っていうのが、はい、いてですね、まあ、外国人観光客も増えてきたので、はいはい、なんかこうちょっとこう気をつけた方がいいんじゃないかと。外国人は隠す、うん、やっぱ全裸タオルも嫌みたいな、うんうん、で海パンっていうのは良くないっていう話になってるわけでしょ、うん、あの基本的には、はい、でもその湯あみ着っていうのがあるっていうのを知らなかったね。あ、これ自体が。でも湯あみ着ってどれぐらい、そのどれぐらい水着的な感じなのか。あの僕画像で見たんだけど、はい、要はタオルですよ。はあ、要はタオルっぽい。あ、なるほど。そう、ナイロンでナイロン地でできたタオルっぽいやつで、うん、できてるっていう感じなんだけど、混浴だからね。そうですね。さすがに俺も混浴だと、全裸では入らないね。一応タオルでは隠すよね。混浴だと。はい。で、まあルール違反が目立ったので、うん、この協会は28年の11月に隠そう下半身と書いた看板を駐車場とか、はい、路上脱衣所に、はい、出したと、はいはい、それで改善を呼びかけたただやっぱマナーを守らない人がいるので、はい、まあ、ちょっとこう検討してると、はい、攻めるかと、はい、いうことなんですね、うん、でこの隠そう下半身は男性を対象にしたものといえるが、はい、隠さないのは男性ばかりでなく、うん、女性にもいるそうだと。あ、マジで？いうことですね。そうか、それは良くないよね。よく女性が隠さないっていうのはあのなんかいたら見ちゃうもんね。見ちゃいますね。 目がさ、はい、追いかけちゃうから、そう、ね、ちゃんと隠してほしいよね。それはこれ多分ですけど、うん、これはい、あのどんなおばあさんでも見ちゃうと思いますその若くて綺麗だから見るとかじゃなくて、なぜか分かんないけど見ちゃうよね。目がそっち行っちゃうもんね。目が一瞬こう行っちゃうんですよ。行っちゃうもんね、うん、そうだからの好き勝手なこと書いてんな、コメントとても読めないよ本当にでもまあそういうの気になるんなら、うん、もう最初から混浴にはいかないことですよね。あ、でもそれは嫌なんでしょ、この経営してる村が、町が嫌だから、うん、だから湯あみ着全員分出すっていう形にするしかないっていう、うん、そうですね。もうそれルール化して、はい、うん、やってもらうしかないと。あなたはどうしますか、こう混浴の露天風呂ですよ、はい、全裸混浴、全裸混浴で行きますと。で全裸じゃないとやっぱあの風呂って全裸じゃないと意味ないよって思ってる人もいるんじゃないかとは思う、はい、いや昔あの、はい、こち亀にそういう話があって、ああ、銭湯の男湯で、はいはい、こうどう入るかみたいなので、うん、中川がこう前を隠して入ってたんですよ、はいはい、お前はなんか男らしくないっていうのをリョウさん言って、リョウさんも当然タオルをこう肩にかけて行くわけですよ。タオル持ってたらやっぱ一応前隠すか、でもみんなが隠してなかったら別に気にしないけど、みんなが隠してたら気にするけどね。はい。うん、いやそれで、はい、あのホンダってあのバイク乗ったら、はいはいはい、あの表変するやついるじゃん。バイク降りたらあの気弱なやつ。ちょっと前を。でそのホンダも下町育ちだから、うん、こう前を隠さずに入ってきて、はい、なんか先輩ヨット持ってきましたみたいな、はいはい、だからヨットを手で持って下も全く隠してないっていう、うん、
状態で入ってきて、あの、で、中がお前こういうことやらないのかと、うん、こう、はい、前を隠して、うん、隠さないで入らないのおかしいっていうことで、はい、なんかあの、両津は絶対その男がやることみたいな感じで、うん、その棒を振り回すんですよ。こうやるだろうみたいな。こうなんかくるくる回したりとか。それがの漫画でモザイクで表現されてるのがめちゃくちゃ面白くて、あのそういうその温泉とかみんなで入ったことないやつは男でも、はい、あの前後隠すやついるよね、タオルで。前後タオル1枚で、はい、ハンドタオルなんだけど、はい、こう横にこう持って、はいはいはい、そうそうそう、はい、こう前だけ隠すやつもいるじゃん、うん、だけど後ろはもう見せてるのが普通だけど、はい、そのケツまで隠すやつとか、それ僕ですね。あ、隠す。隠すか。そっか。いや、それ、はい、時と場合によりますね。時と場合による。はい、なるほどね。そうかそうかそうか。そう。ケースバイケースで。はい。はい、前だけ派。タオルは。そう。ちょっとね、これいきます。ドン。あ、タオル派。ああ。全裸派。全裸派いるね。コイン浴でも全裸で行くの。すごいな、これ温泉じゃないよ。あ、そっか、これ混浴の天風呂っていう。そう、混浴ですよ。混浴多すぎだよこれ。それは看板も立つわ。そうそうそう、これはやっぱそういうね、あれが 20%、はい、フレッシュフレッシュフレッシュ攻めます。全裸派 22.8、 タオル派 51.4、 大体同じぐらいですね。はい、湯浴着派が 25.7 と。うん、いうことですね、はい、なるほど、はい、すごいな。全裸が5分の1 全裸本当かよっていう。まあ、あのこの番組見てる人ほとんど男性ですからね。そうですね、はい、男性が多いんで。そうですね、はい、女性どうするんだろうね。上隠すのか下隠すのか。あ、それも永遠の謎ですね。後ろ隠してんのがどうなんだと、うん、後ろ隠すって後ろだけ隠すってことですか。後ろ、そうそう、後ろと前を隠して上をフリーにするのかっていう、はい、いやどうでしょうね、どうなってるんだと、はい、ちょっと不思議な、はいはい、感じですけど、はい、まあちょっとルールは守っていただきたいなと、はいはい、で内閣総理大臣安倍晋三さん、うん、ありがとうございます。あ、また、はい、はい、あの皮かぶりだから隠しますと。これ婚約の話だしよね。国家機密じゃないですか。国家機密ですね、はい、ネギ屋さん、チャンネル登録。これあれですね、小泉進次郎風に書いてるんですよね。あ、カズヤチャンネル登録者の数67万兆。すごいよね、素晴らしいよね。率直に言ってびっくりだね。どれだけすごいかというと、6万7千人の10倍だ。こうやって話題が話題を呼び、みんなが見る、そして伸びる。そう、それが視聴回数だということを僕は強く言いたいと。なんかすげえこう長く書いてんだけど、完璧ね、完璧だけど、あの次からこのやり方やめて。時間を取るっていう。そうそうそう、あの別にあの一人一日一人ぐらいいいけど、みんなこれやりだしたらちょっとあの読めなくなっちゃうからね。こちらにあるとですね、この放送はニコニコ動画、フレッシュ、 YouTube で、あ、もう一個ないな、ショールームかでもやってます。で Facebook、 Twitter もありますので、ぜひフォローをお願いします。で最後、あの放送の最後の方ですね、フレッシュと、YouTube、ニコニコだけになりますので、途中までの方はですね、まあ、そこで終わりになりますから、ぜひぜひ入会していただけたらと思っております。はい、噛んでるのは口内炎のせいです。はい、口内炎&疲れからか。そうです、疲れからか。はい、はい、そうです。で、LINE が復活してまして、メルマガも継続中で、ショートメールとか、あとその動画の案内、生放送の時間変更とかもありますので、ぜひリンクが出ますのでフォローしておいてください。あとですね、カズヤラジオ、ほぼ日でやってますって書いてますけど、あのほぼ毎週どっかでやろうということで努力しております。はい、そうですね、最近あの忙しくて、はい、なかなかできないですけど。一緒にいたにもかかわらずできなかったという。取材が忙しかったんで。そうですね、はい、はい、